ティカの豆だと澤部です。コストコに行ってきました。コストコでね、郵送してもらったんだよね、今回は。そう、さすがにうちらの腕が壊れちゃうと思って、うん、せーの、うん、こんなでかいダンボールでね危ないよ、ほんと。荷物届きましたので、はい、今日はそちらをご紹介していきたいと思います。はい、パラスティカ久しぶりに行ったよね、ほんとね。行ったね、夏以来かな。そうだ、トイレットペーパーを前回買ったじゃん。そうなの、あれがもうなくなってきちゃったから。そう、やばいって言って行ったんだよね。残りあとワンロールよ。危ないよ。じゃあちょっと一番上から紹介しましょうか。チュロスです。25本入ってるんですけど、チュロサーとしてはやっぱりこれはちょっと買ってもらおうと思ってシナモンシュガーペースティースティックって書いてある。ここシナモンチュロスですから、なんと 900g、 1キロピックです。いやー、25本は無理よね。無理かも。これはね、オーブントースターで温めれば。あ、オーブンなんだ。はい、チュロスになりますので。いいね。はい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 。ふぅ、いいね、この量のつまみ。バカすぎ。新三郷のコストコは、うん、レジの手前にお菓子コーナーがあるんだけど、うん、追い打ちをかけるように買ったあ、これもある、これもあるって大興奮よ。スルメスティック、このボトルちょっと夢だよね、やっぱ夢夢夢、うん、おいおい、あーなあ、こんなの編集中ずっと食べちゃうわ。こういううちは食べまっちゃうかもしれない、うん、全然タバで食べるからこうやって食べるの、うん、こちら贅沢おつまみアソート。うちらこういうのよく買うよね。買う買う。うちらが大好きなジャーキーカルパス大好き。ちょっと開けていい？開けよう。もう開けるわ。なるほどね、こういうことだ、こういうタイプだ。だからもう1個あげるから。いいの？1個あげるよ、もう。1個ちょうだい。じゃああげようかな。ごめんね、ありがとう。はい、うまいで。一時期本当にこれ食べすぎて、ゴミ箱開けたらもうこの袋しか入ってなかった時あったね。あった。そしてこちら、はい、おつまみチーズアソート、カマンベールゴルゴンゾーラスモーク。ゴルゴンゾーラをね、食べてみたかったの。今日開けていい？いや、確かにゴルゴは食べたことないね。ゴルゴはないでしょ。ちょっと臭め。全然美味しい。ミルクチーズみたいな感じ。アンパンマンのチーズみたい。ああ、わかる。うんうん。これはまたいいつまみを発見してしまったな。ビーフジャーキー。重っ。持ってみ？うわ。最近ビーフジャーキーかもね、でも割と買うのは。かもしんない。うん。ちょっと匂いからチェックしようじゃん。そうだね。うん、うわぁ。あー、すごい本格的じゃん。うわぁ。これワンちゃんのおやつじゃない。うん。あ、うまい。ちょっと柔らかいね。やだね。厚みがあって、食べ応えがある。なんかちょっと甘くない？わかる。マヨかマスタードつけちゃう。マスタード絶対美味しいじゃん。美味しいね。うちのあのマスタード全然減らないからさ。でっかいの買ったことに満足しちゃったのよ。わかるわかる。イカ大王。これはうちの親がよく食べてたんで、うん、送ってあげようと思って買ったのみです。でこの量をね、もらったママ、どういう反応するのか、そこが見応え十分です。そうですね。はい、と送ってみます。はい。こちら、7種類の柿の種。ミルクチョコ、キャラメルチョコ、梅、カレー、醤油、サラダ、わさび。ミルクチョコ気になるから食べてみたいと思います。いいよ、いい、美味しいから。すいません。はい、じゃあわさび味お願いします。わさび味、かしこまりました。わさび味、ミルク入りました。急いで、並んでるよ。並んでる、急いでください。お待たせいたしました。はい、以上です。はいはい、はい、美味しい。速報、トイレットペーパー、はい、今なくなりました。タイミングがとてもよろしいようで。はい、こちらしじみわかめスープ。しじみが大好き。なんでかっていうと二日酔い予防。わかめが大好きだし、しじみとわかめ、うん、海と海でとても相性があるんですね。海と海のマッチング。手伸ばしなん、キーマカリーセット。ナンがもう4枚ぐらい入ってんだけど、相当伸びてんのに、なんかお前手で伸ばせよみたいな、こういうイラスト入ってるのね。一枚一枚丁寧に手伸ばし、高温のオーブンで一気に焼き上げたもちもちのナンとスパイシーなキーマカリーをセットにしました。機械じゃなくて手でやったよっていうアピール。だったらこの絵いらなくない？これでなんかのお前らで伸ばせますみたいな。ナン作りたか。ふざけんなよ。370。何がめんどくさいって、うん、こういう日用品ってなくなった時に買いに行くのがめんどくさいのよ。そうなのね。こうやってまとめてあることでしばらく買わなくて済むという利点、うん、コストコ
さんが素晴らしいですよね。見てください皆さん、おみんな大好きハッピーターンです。ハッピーターンってなんであんな美味しいんだろうね。普通に食べる時とさ、粉だけちょっと舐めちゃう時ない？あるあるある、あるよね。あの粉だけ欲しいのよ。わかるわかる。でもね、誰だっけな、バカリズムさんか若林さんか忘れたけど、うん、ああいう、あ、違うわ、世界の鍋やつ、うん、世界の鍋やつさんは、うん、あのさっきのイカのやつみたいなやつに、うん、ハッピーターンの粉だけ持ってんだよ。鍋やつずるいよ。うわー、みんなーやばーい、やばーい。はい、美味しいじゃん、うん、めっちゃうまい。最後、最後いきましょう。はい、はい、皆さん、はい、こんにちは。大丈夫か、トイレットペーパーでーす。やったー、すごいんだよ、30ロール入って。通常の日本で売ってるトイレットペーパーよりでかいんだよね。すごい、そこがいいとこなのよ。こんな感じでうちの買い物はこれで今回全部になります。そうですね、まあ今回は日用品が少なかったね。確かにお菓子メインで結構買っちゃった。うちお家でね、お酒飲むから、そういう人にはかなりお得なお買い物になってるんじゃないかなと思います、うん、皆さんもぜひ気になるのありましたらコストコで買ってみてください。はーい、パラスティカ、私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。さよなら、バイバイ。